大場加工没年不詳は、日本の新聞記者、随筆家。本名は、慶明。山口県調布出身。白石翔一郎の弟である大場伝七の三、何として生まれる。伝七は、調布藩士であったが、明治維新後、大上官に出資したため、父に従って上京した。しかし、伝七は1884年に死去。大場は小学校卒業後は、 大上館の給仕などの仕事をしながら、野学で英語やロシア語を学ぶ。これらの学習を通じて、双葉邸使名と交際を持った。1896年に、ウラジオストクに渡航し、召喚で通訳を務めた。帰国後、第11師団のロシア語教官や、陸軍参謀本部の通訳官を歴任する。 1906年に再度ウラジオストクに渡航したところ、革命派の容疑で拘束された。同年に帰国後、大阪毎日新聞記者となる。1907年頃モスクワに行き、以来、数回にわたってヨーロッパと日本を往復。このほか、特派員としてオーストラリア、フィリピン、南アメリカ、中央、アジアなどをも歴訪した。その後東京日日新聞を経て、 東京朝日新聞に移り、第一次世界大戦に際しては、東京朝日記者として、東部戦線のロシア軍に従った。また、ペトログラードで10月革命に遭遇し、その模様を記事として書き送っている。帰国後の1918年、大阪朝日新聞の発行事件の影響を受けて、東京朝日新聞を退社。翌1919 19年に、同じく、 東京朝日を退社した松山中二郎が社長に就任した読売新聞社に招かれて編集局長となった。社会運動に関心を持ち、著作家組合、日本社会主義同盟の創立に関わった。1921年5月、読売新聞の特派員としてシベリアからロシアに入る。極東共和国の取材で、チタから送ったレポートを最後に消息を絶つ。 その後、ウテルスカや監獄に7ヶ月間監禁されるなど、スパイの権威で二度逮捕された。1922年4月22日に、ゲーペーウーから真相を装った破壊分子という容疑で逮捕状が出される。7月25日に、犯罪容疑はないが、政治的危険分子として、国外追放がゲーペーウーより決定され、10月には、11月に、日本に、 相関との指示が出されたが、帰国しなかった。山崎ケさやが1925年10月に執筆した文章によると、1922年12月頃にモスクワにいる日本人に対して、来年1月末には日本に着けるだろうという手紙を送っていた。ロシアで死去したことが1924年に日本に伝えられると、 当時の在路日本人社会主義者の密告によって、大場がロシアの関係に殺されたという噂が流れ、大場加工虐殺真相調査会も結成されたと、山崎の文章にある。また、ロシアに渡って、モスクワで日本語教師を務め、ロシアによる逮捕投獄後に帰国した、久保田英吉こと寺谷三郎は、大場の密告によって投獄されたと語り、大場の投獄については、 片山1のグループの中傷によるものだと述べていたことが当時の政府機密文書に残されている。やはり、ロシアにいた鈴木もサブローは片山に大場の釈放を求め逆に脅されたと回想している。戦前にソ連に渡航した社会主義関係者について調査を行っている加藤哲郎は大場粛清された模様であると記している。 1924年11月、ソ連大使館から遺留品である日本円500円が遺族に送金され、1925年1月19日、信仰のあった勇士が遺族を慰めるために、神奈川県の総持寺で追悼大法要を行う。没後友人関係者によって全集が刊行された。発行事件でやはり朝日新聞を退社した長谷川女税館は、 前週第一巻の序文で過去大場君の前半生と後半生とは二つの違った色彩を帯びていた。前には国家主義的色彩を帯びていた。君は後には社会主義的色彩を帯びるに至ったと記している。1992年10月21日付でロシア保安省により名誉回復の措置が取られる。1997年1月20日。 東京のロシア大使館で親族が顔写真などの遺品を受け取る。後に直系の孫がいることが分かり、同年2月25日に親類から直系の孫に遺品が手渡される。大場は1902年頃にウラジオストクでエスペラントを学び、日本エスペラント協会に入会。エスペラントの普及活動に当たった。過去全州観光会大空社。この当時、日本では 天保歴が使用されており、クレゴリオ歴とは日付が異なる。国立国会図書館転居データ検索、提供サービス、20世紀日本人名治典では1924年、世界大百科時点、第2版では1923年、ブリタニカ国際大百科時点小項目時点では1921年と、没年が記されている。また、 1923年5月23日にシベリアのイルクーツク付近で銃殺されたという証言を得たという報道もある。長布総社長の聖火後に1996年に建てられた解説費がある。朝日日本歴史人物辞典等では父の名を影明とする。ありがとうございます。